ということで、はい、バレンタインチョコをもらいに来ました。ありがとうございます。本日もらいに来たのはバンバンザイルナちゃんです。お願いします。お願いします。すいませんね、こんな夜に。いやいやいや、ごめんなさい。マジであげれてなかった、誰にも。そうだよね、うん、ごめんね。いやいや、ありがとうございます。作ってくれたんだよ。作ったよ。でも、ちょっとまず最初に謝りたいことがいっぱいあって いっぱいあるの怖い1個ならいいけど、いっぱいあるの怖い。じゃあまず、ルナが自炊をしてるっていうさ、うん、あのイメージがあるじゃん、うん、まあそれこそうまくできるのを見てるじゃん、うん、そうよ、楽しみよ。でしょ、うん、ルナめっちゃ下手なのよ。え、どう、スイーツ作り一回も成功したことがないので、その時は言おうかなって思ってたの、うん、でもいや、そのままのノリでいや行くかと思ってやったんだけど、ああけど OK はしてくれたから嬉しいんだけど。でも一応ちゃんと作った。あ、ほんと、うん、がっかりはしないでほしい。本当にちゃんとありがとうって言ってほしい、うん、ありがとうって言うよ、もちろん、うん、がっかりもしないし、うん、なんならこのバレンタインチョコ何人かさ、こう、うん、もらう約束をして取りに行ってるんだけど、うん、みんな言うのよ、やっぱ料理はまあ結構できるんだけど、お菓子作りだけ本当にセンスがあるみたいな。いや違う、みんなそういうセンスある、絶対絶対違う、あるよ。一緒でしょ、あんたどうせ一緒じゃん。いやもうなんかね、ほんまにじゃあま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 あ、まあ、そんなに自信ないんだ。袋もないし、うん、はい、バレンタイン、ありがとう、ハッピーバレンタイン。やっぱりだ、なんでやねん。ちょっと待って、いやいいよ、どうぞ。ありがとうございます。いや本当にマジでやばいのよ。もらいました、はい、見ますよ、うん、やつじゃないけど聞いてほしい。めっちゃ可愛い。本当に小学生が作るみたいなチョコになったの。あ、何でか。こことか、うん、これも味美味しくなかったし焦げたし。え、これとか。これはなんかクランキー。うん、クランチチョコみたいな。そうそう。で、ちょっと待って。めっちゃ可愛い。で、奥ゆうたくん書いてみた。これね。これちょっと食べたくねえな。泣いてるのと笑ってるので。泣いてるそう。うん。絵文字ね、うん、すごいやん。自炊してるって言われたからさ、うん、絶対ハードル上がってんやろなと思って、うん、無理だった。ドキドキしたんだ、うん、そのプレッシャーがね、うん、めっちゃうまそう、食べていい。え、今、いいよ、食べても。食べますね、じゃあ、はい、いただきます、ありがとう。いただきます、ニコちゃんから。バサバサするけど、マシュマロ、マシュマロ。やばい、もう緊張する、なんかしんど。うまい。めっちゃうまいやん。まあでもちゃんと手作りって感じあるでしょ。うん、え、だってこれクッキーも焼いたんでしょ。うん、焼いてない。え、ちょっと待って。え、いや、ちょっと待って。でもこれとかこれとかなんか全部あえた。じゃあ本当は買おうかなと思ったの。うん、そう、でもちゃんとやった。いや、嬉しい。パサパサするでしょ。これマシュマロを、じゃあマシュマロは挟んだ、ちょっと溶かして挟んでんのかな。クッキーは買った。買った。いや、けどうまいです。美味しいですか。いい感じにマッチしてます。はい。え、どれ行った方がいいじゃん。どれでもいいよ、これでも。これ自信あるのはどれなの。これ。自信ないのはこれ。うん、これ食べようか。いや、食べるから結局。焦げるじゃん。それはルナご覧とかで後で嘘でもいいから。違う、食べます。いやいや、いやいや、ほんまにやや。食べさせて。ちっちだってもうさ、だって見て、綺麗じゃない。綺麗くないの。綺麗くないの。いや、綺麗ですよ。そう、本当はミルクココアパウダー、うん、あとココアパウダーを上に振るみたいなのやってんけど、うん、ルナそれ知らんくて、ココアのさ、うん、粉あるじゃん、うん、あれを振ってみたの。なんか全然違うかった、はいはい。チョコとかもかかっていて、これはすごいです。すいませんね。うまそう。まあ、頑張らなくていい。いや、うまいよ、マジでうまい。もう食べて食べて。いただきます。はい。うまいよ。いい。めっちゃうまいよ。ありがとう。これ溶けてるチョコだよね。溶けてるチョコ。これ塗ったんだよね。塗った。これがうまい。本当？パサパサするっていうやん、うん、それがこのチョコでパサパサしてない。マジで。よかった、ありがとうございます。うめえ。うわ、美味しい。もうあとは全然後で食べて。なんでさ、うん、そんな自信なくなっちゃったの。どう見ても小学生が作りそうなもん。なんでそれが可愛いんや。いやいや、だってこれもめちゃめちゃうまいし。何、ルナの予想はなんかクッキーとかおしゃれなさ、うん、綺麗な見た目がさ、うん、いいじゃん。ああ、まあ理想はね、うん、でもさ、こんなん手作りかも。違う、こんなんもザ・バレンタインで最強に嬉しいやつですやん。見てこれ、超可愛い。だってもう二十歳になってるやつがこれだよ。ご飯やったらめっちゃ得やみたいな。ああ、ご飯はもう自信満々でいけんだ、うん、で、ちょっとこの顔のやつは、うん、今取っておきたいんで、うん、これは食べないです。はい。最後このクランチチョコ。はい。え、これ買ってないの。買ってない。
マジで、うん、めっちゃ丸いやん。そうだよ。コングレークがチョコで完全に固められてます。はい、うまそう。赤ちゃんのおにぎり作るやつで作った。あ、そういう器具があるんだ、うん、これこれ。いただきます。はい。わあ、うまい。おいしい。よかった。ピーナッツじゃなくてコーンフレークね。全部コーンフレーク。最高。な、これにしてほしいわ。全部。俺ピーナッツのクランチチョコ苦手なのよ。あ、そうなんや。コーンフレーク版マジうまいやん。超うまい。よかった。なんだ。いや、やっぱ毒舌の準備とかもしてたんだけどさ、はいはいはい、そんな自信ないって言うから。な、うん。ちゃんとあの手作り感と感じはこもってるよ。こもってる。感じる。本当？すべてから感じます。よかった。でね、はい、これいただいたじゃないですか、うん、でちょっとお話もしたいなと思ったんですけど、はい、今巷では騒がせてるわけですよ、うん、はいはいはい、賑わせてるって言った方がいいか、うん、ゆたるなっつってね、うん、ペアの名前があるんですけど、はい、僕たちもバンバンザイとコムドットでコラボをしているだけであって、うん、恋愛感情みたいなものはないんですよ、うん、はい、仲良くしてるところが多分仲良さそうすぎて、はいはい、みんなが盛り上がってくれてるんだな。なるほどね。それはそれでいいのよ。俺は嬉しいから、うん、ゆたるなでくっつけてくれたら、だって遊べるわけでしょ、はいはい、動画とはいえこういう風にね、うん、ゆたるなでやりたい企画、今後やりたい企画ね。結構楽しみにしてくれてる子いると思うの、はいはい、俺含めね。ある、なんか、ね、3泊4日温泉旅行とか。死ぬ2泊3日とか。死ぬまあその辺かな、俺がやりたいの。ルナはそれこそお酒飲めるじゃん。うん、だから爆飲みとかじゃなくて、うん、普通に「はい」ってやってみた。乾杯してなんかお話しするみたいなね。お、めっちゃいいやん。そう、潰れるとかもなくないね。ただほんといい感じに3杯4杯ぐらい飲んで終わる旅良さそうだね。そう、めっちゃいいと思う。めっちゃ面白そう。あ、結構あるじゃん、やりたいこと。いっぱいあるよ。ゆたるが結構好きや。いや、そんなことない。いやいや、そんなんだって結構案出てましたよ。いや、でもそれはあの例えばあっちゃんのモデルそうだったのかよ。うん、でもしたい。やりたいね。うん、まあみんな次第にはなるかな、うん、みんながゆたるな今出た企画とか他の企画とかでもめっちゃ見たいっていうコメントがね多すぎた場合、こう僕が鈴木大和に直談判しますので、はい、ぜひその声届けてください。ありがとうございます。でも一つ思ったのが、うん、ゆうたくんとその、うん、ゆたるなが増えて嫉妬めっちゃ増えるかと思ったら、うん、そんな来ないの。あ、本当に。うん、正直怖かったのよ、うん、ゆうたくんのファンの人ってさ、あの一番愛強いかなと思って。ありがたいですよ。そうで、ちょっと書かれた時に、うん、どうしようみたいな思ったんだけど、逆にいい人すぎて、みんなが、すごいよ、コメントとか DM が。だからそれが結構嬉しかった。認定だ。そう、なんか別に何も言われない。本当に。あ、けどね、優しいよ、コンヨットのファン、マジで。ね、本当に。コムレンジャーって言うんですけど。ありがとうございます。レンジャーの皆さん優しいですよ。ぜひその声を僕らに届けてください。はい、ありがとうね、本当に。いい、これ食べるわ。食べといて全部。超美味しかったよ。ありがとうございます。はい、ということで今回はバンバンザイルナちゃんからチョコをもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。せーの、次の人へゴー。